プロイセン貴族院はプロイセン王国議会の上院。1848年の近帝憲法及び1850年の近帝憲法修正憲法により第一委員という名称で発足し、1855年に貴族院と解消された。会員の衆議院が納税額に応じた3等級選挙権制度による男子民選議員だったのに対し、貴族院は 世襲議員と直任議員で構成される非公選議員だった。1918年11月の革命で共和制になった後、暫定プロイセン政府人民代表評議会によって廃止された。1848年12月5日にプロイセン国王フリードリヒビルヘルム4世が制定した禁定憲法により後の貴族院である第一院と後の襲議院である。 第二委員からなる二院制議会が制定された。当初は第二委員議員が男子普通選挙で選出されるのに対し、第一委員議員は男子高額納税者による5選で選出されるという違いであったが、1849年5月の緊急直例と8月の議会での承認により、第二委員の選挙制度は普通選挙から納税額に応じて選挙権を3等級に分ける3。 東急選挙権制度に変えられ、ついで1850年1月31日の議会で制定された近定憲法修正憲法の65条で第一委員の構成について改正が加えられ、世襲議員、直人議員、選挙議員という見重構造を取ることになった。その構成は具体的には以下の通りである。世襲議員と直人議員の総数は、 選挙議員の総数を超えることができず、また、直任議員は、世襲議員総数は10分の1を超えないとされていた。そのためこの制度の課だと国王は、せいぜい10名程度の直任議員を任命できるに、過ぎなかった。プロイセン貴族院議場連邦参議院議事堂ロビー。プロイセン貴族院時代当時のまま残されている、部分国王は、 直任議員を10名程度しか選べないことに不満があり、選挙議員をすべて排除して、イギリス貴族員のように世襲議員と、直任議員のみで上院を構成することを、希望していた。しかし、国王側近グループ、カマリラを中心とする超保守派は、高額納税者選挙制度を、ユンカーの優越的地位を保障する制度として、擁護しており、国王の構想は大貴族偏調とみなして、 反対していた。国王と超保守派の政治闘争が続いたが、超保守派の第二院議員だったオットー・フォンビスマルクが国王側に寝返ったことで、国王は1853年に憲法改正法の制定にこぎつけ、第一院を世襲議員と直任議員のみにすることに成功した。そして1855年の法律によって第一院は、その名称を 貴族院と解消することになった。貴族院は以下のような構成を取った。この制度の下では、国王は自らの判断で無制限に直任議員を任じることができ、そのようにして任命された直任議員の数は1854年から1918年の間に325人に及んでいる。他国の貴族院と比較すると、学者の登用が特徴的である。 1854年から1918年の間に40人の大学教授が大学の推薦で議員となっており、さらに21人の教授が国王から直接任じられて議員になっている。現代のイギリス貴族院が一大貴族制のもとに一定数の学者を議員に登用していることを考えると先駆的だったと言える。とはいえ、全体としてはプロイセン貴族院は皇族、 大貴族、ユンカー、高級官僚、高級商工、聖職者を中心に構成されているため、極めて封建的な院としてプロイセン、立憲化推進の最大の障害物であり続けた。立法権は、国王と衆議院と貴族院の三者の共同で行使され、法案の成立には三者の一致が必要である。両議員の召集、定会、閉会、衆議院の解散は、 国王の宣言事項であり、両院の自律的集会権は認められていない。ただし招集については、国王は原則として、毎年11月初頭に両院を招集するものと定められていた。両院の招集、定会、閉会常に同時並行で行われる。国王の衆院解散権は無制限であり、衆院が解散されると貴族院は定会される。 衆議院と貴族院の議員の兼務は禁じられているが、議員と管理の兼務は問題ない。議員内での投票並びに発言に関して、議員規律権に基づく、懲戒の場合を除いて、責任の追及は行われない。貴族院議員には、議員歳費は支給されない。歴代のプロイセン貴族院議長は、以下の通り、第一次世界大戦末のドイツ革命により、ドイツやプロイセンは、 今日はとなった。1918年11月14日には、中央政府と同様に、プロイセン政府にも、社民党と独立社民党が3人ずつ閣僚を出し合う、仮政府、人民代表評議会が創設された。プロイセン人民代表評議会は、翌11月15日にも貴族院の廃止と衆議院の解散を宣言した。その後、 プロイセン憲法制定議会の選挙と招集が行われ、1920年11月30日にプロイセン憲法が制定された。同憲法により、民選のプロイセン衆議会が設置されるとともに、衆議会に対する上院として、県代表で構成されるプロイセン衆参議院が設置された。ただしこの衆参議院は、貴族院と違って立法権を有しておらず、 衆議会に対して異議を申し立てることができるのみだった。ありがとうございます。